今ね、ピクニック広場から少し、話していった、ね、ところから、撮ってますね。今、こうやってラジオともね、ここからだと、東側とね、西側のやつ両方見ることができます。僕はね、電車のね、音がしますね。ここをね、左へ行ってね、もし軍事公園とかね、北海道の方へね、早く出たい場合でしたら、こっちから行けばいいんですよね。で、ここをある程度、行きますと、今度は30メートルぐらい行きまして、それで、右側へね、行きますと、水道のね、電気、頂上が水道施設ですので、その約50メートルぐらい下にね、その電気のね、トランスみたいなね、大きい機械を置いてありましてですね、全部金網で周りがね囲ってあります。そこへね、出ることができます。早く行きたかったらね、こっちを行けばいいと思います。今日ね、ちょっと右へ行ってみます。ここですね、清水公園で、右側がね、愛宕で、ここ神社となりますね。横に金網がやってあるんですね。でこの中が静岡市のね、水道施設になってますよね。でまあ、こういうのですね、荷物をね、運ぶための、まあ、トロッコに似たようなね、まあ、設備ですよね。ここでいろんなこういうところで使うものをね、ここで運びます。ここをね、下っていきますと、
軍事公園とかね、北海道の方へね、寝ることができます。で、こうやって、ここを、さらにね、西方向へ行くことができますね。